箱根登山鉄道3000系電車は、箱根登山鉄道が2014年11月1日から営業運行を開始した旅客用電車である。2017年5月15日から営業運行を開始した2両編成版の箱根登山鉄道3100系電車についても、本校で記述する。本校では、1000型については、ベルニナ号2000系については、 サンモリッツ号、本形式3000系、3100型については、アレグラ号と表記する。また、本文中で車両の向きについて、ゴーラ側、箱根湯本側とした場合は、箱根湯本駅と出産信号場の間における向きを、基準とする。箱根登山鉄道では、初となる、VVVF インバータ制御を採用し、すでに登場している2000系サンモリッツ号と、 連結することによって、繁忙期には全列車を3両編成とするために、登場した車両である。姉妹鉄道提携を結んでいるレーティッシュ鉄道が、走っているスイスにちなんで、スイスで使用されているロマンシュ語の挨拶から、アレグラ号という愛称が設定され、2015年5月21日付で、鉄道友の会のローレル賞を受賞した。箱根登山鉄道では、 鉄道線の輸送力増強のために、1993年7月から3両編成での運行を開始していたが、その後も多客時には電車に乗るのに1時間近く待つことがあるほどの混雑となることがあった。その後、1997年6月17日付で、サンモリッツ号の第3編成が増備された後には、車両の増備はなかったため、 全列車での3両編成運用はできず、混雑時にも2両編成が運用されることになり、利用者からは不評であった。その後も、新車導入の検討は行われたものの、車両に対する大型投資は行われなかった。2004年に、ベルニナ号の冷房化改造が行われた時には、可能な限り出費を抑えるという観点から、大容量の電源装置を装備する。 サンモリッツ号の中間車を連結することによって、冷房用の電源を確保することにしており、車両数は変わらなかったため、2両編成の列車が残ることになった。その後、2012年5月に、箱根登山鉄道、箱根ロープウェイ、箱根観光線、箱根施設開発の4社が発表した大型投資の計画には、繁忙期には全列車を3両編成とするための、 新型電車を製造することが盛り込まれた。また、新型電車のデザインは、小田急ロマンスカー5万 KVSE 社、6万 KA ムズ社のデザインに携わった、岡部則明が担当することとなり、2013年6月には、デザインも決定した。こうして、2両で、約8億円を投じ、箱根登山鉄道の鉄道線では25年ぶりとなる、 新型車両として登場したのが3000系アレグラ号である。本節では登場当時の仕様を記述する。変更については遠隔で講述する。アレグラ号は全長15メートルの制御電動車として製造された車両で形式は雲波3000系である。両側に運転台のある車両で一両の 単車運行や2両編成での運行や2000系2両編成に連結した3両編成での運行が可能である。車両番号については、端末の編成表を参照。車体側面、展望ゾーンの大型窓ガラス車、体長 14,130mm、全長 14,660mm で、車体幅 2,568mm、 全幅 2574mm の全金属製車体である。車体構造は、工術するように一般的な車両よりも、開口部が大きいため、柱や梁に使用されている部材を厚くすることにより、車体強度を確保した、聴覚構造である。床面の高さは、基上面から 1128mm である。工術する急曲線での鉄水と、 火山性溶ガスの影響による車体の腐食防止対策として、箱根登山鉄道の車両としては、初採用となるステンレス構えからだとし、枕両部分と前面部分の未対抗性鋼板を使用している。車体のデザインコンセプトを、伝統と現代性を合わせ持ち、箱根の風景に溶け込むデザインとしており、また、観光車両らしさを表現するため、 車体全面に塗装を施した。車両の四方から箱根の自然景観を車内から見ることができるように、全面ガラスは大型ガラスを採用したほか、側面窓についても可能な限り大型化した。先頭部分の乗務員直後の客室を景観を楽しめる展望ゾーンとして、高さ 1695mm の大型窓ガラスを側面に配置したほか、 開放感を客室と乗務員室の仕切り窓も大型化した上で乗務員室の天井は客室より高くした。また車両中央部はゆったりと車窓を楽しむためのクロスシートゾーンとして高さ 1200mm、幅 1350mm のスパイラルバランサー付き一段加工窓とし、開口部の高さは 450mm とした。側面のガラスは 車窓の景色を遮らないように、すべて透明ガラスを使用しており、展望窓には、熱線入りの棒曇りガラスを、客用扉の窓には、服装ガラスを使用することによって、湿度の高い時期においても、車窓からの景色を楽しめるようにした。車体の色は、箱根の自然にもマッチする日本の伝統色として、深い黄色や赤色をベースとした。 バーミリオンはコネという名称の色を基本色とし、前面と側面にはメカニカルな印象を持たせるため、シルバーを配し、側面窓は大きな開口部を強調するために、側窓と側窓の間はダークグレーとしたほか、車体下部には車体が床下機器から浮き上がるような雰囲気を出すために白を配した。行き先表示器は、 フルカラー LED 式の表示器を前面と側面に設置し、英語と日本語の平気表示とした。車内前景景色を楽しむ車両であるため、内装は過度な装飾は控えられ、車内全体に落ち着いた優しい雰囲気を醸成することを狙った。室内の照明には、電球色の発光ダイオードを採用したほか、天井や窓上部分はホワイトを基調とし、 層下部分の側壁や座席は木目調とした。座席はすべてクロスシートとした。クロスシートゾーンには6組のボックスシートが設けられ、通路側の肘掛けと窓枠下部には強化木材を使用したほか、窓側にはカップホルダーを設けた強化木材製の大型テーブルを設置した。座席のモケットは赤系統の色を基調とした。また、 窓を大型化したことに伴い、窓状の荷物棚は設置せず、座席下に床から一段高くした荷物置き場を設けた。客用扉付近とゴーラ側の展望ゾーンの座席については折りたたみのできる構造とし、再販房機には折りたたむことにより立席定員を増加させることによって混雑緩和を図ることとした。ゴーラ側の展望ゾーンには 車椅子スペースを設けたほか、箱根湯本側の展望ゾーンには、優先座席と腰掛け付きの手すりを設けた。乗務員室運転台運転士が乗務する乗務員室は、急曲線での前方視認性を確保するため、これまでの鉄道線車両と同様に、中央運転台とした。客室からの運転台越しの展望を確保するため、機器は、運転台コンソールや、 天井裏に格納し、客室から見える場所には必要最小限の機器のみ、配置することとした。運転台コンソールは、正面に、速度計を配置し、右側には、圧力計や乗務員との通話用の機器を、左側には、各種表示灯と電圧計を配置した。運転台は2ハンドル仕様で、左側のハンドルは、主管制御器と電気制動、右側のハンドルが、 制動制御機で、いずれものハンドルにもデッドマン装置が搭載されており、どちらか片方のハンドルを握っていれば、デッドマン装置は動作しないようになっている。電装品、代車車両性能は、鉄道線の最急勾配である80パーミルの勾配での均衡速度を時速 20km 以上とした。制御方式は、イグブトに、レベル PWM 方式 VVVF インバータ 制御方式であるが、VVVF インバータ制御の採用は、箱根登山鉄道の車両では初である。主変換装置は、東洋電気製造製の RG6025AM 型 VVVFSIV 装置を採用した。この装置は、小型化のために、主制御技用と補助電源用の機器を一体に集約した装置で、 制御機部分は1台で2機の電動機の制御を行うユニットを1軍とし、これを2軍で1台の機器とする方式で、補助電源部分の容量は49馬である。主回路接続は2つの電動機を並列に接続する方式とした。また、VVVF インバータ制御車両のみで編成を組んだ時に限って低速制御機能を有しており、設定された速度域で、 主管制御機のハンドル位置を3から1に移行することにより低速運転を行うことが可能である。主電動機は東洋電気製造製のカゴ形参照、誘導電動機である TDK6060A 型を採用した。駆動方式は WN 駆動方式である。また、鉄道線の河川電圧は小田原駅と箱根湯本駅の間が直流 1500V、 箱根湯本駅と強来駅の間は直流 750V であるため、箱根湯本駅構内にデッドセクションが設けられている。在来車両では手動で切り替えを行っており、ベルニナ号、サンモリッツ号では電圧検出系電気という装置を使用し、主回路や補助回路を自動的に切り替えできるようにしていたが、アレグラ号では PWM 制御で対応することによって、 切り替え機そのものを省略した。台車は半径30メートルの急曲線を通過するため、ベルニナ号、サンモリッツ号と同様に軸間、距離1800ミ、mm、リメートルとした、車輪径860ミ、mm、リメートルの軸バネ式コイルバネ台車である、総合車両製作所の TS-330B 型を採用した。ブレーキ装置ブレーキは、回生ブレーキ。 発電ブレーキ併用電気指令式、電磁直通制度を採用した。改正ブレーキの採用は、箱根登山鉄道では、初の事例で、ブレーキ抵抗器による、発電ブレーキを併用しており、改正ブレーキ優先でブレンディングする方式とした。また、常用ブレーキは台車ごとの制御とし、ブレーキ制御装置を二台搭載とすることによって、電気ブレーキと、 空気ブレーキの強調制御の容易化を図るとともに、冗調性を向上させている。基礎ブレーキ装置は、クラスプ式踏み面ブレーキで、製輪紙は、中鉄製である。これらのブレーキ装置とは別に、保安ブレーキとして、レール圧着ブレーキを装備した。その他機器終電装置は、屋根状に、箱根登山鉄道では、初採用となる。 シングルアーム式パンタグラフの PT7169A 型を設置した。編成両端の連結機については D116K 回り子式密着連結機を採用した。電動空気圧縮機はオイルフリースクロール方式の RC400DI 型を搭載した。冷房装置は 屋根上に26000キロカロリー H の能力を有するインバータ式冷房装置を1台搭載した。暖房装置は座席の元に設けたシーズヒーターと冷房装置に内蔵したシーズヒーターを併用する。この他、箱根登山鉄道では急曲線で殺水を行うため、アレグラ号でも車端部に水タンクを設置した。サンモリッツ号と連結して、 早川橋梁を渡る、アレグラ号2017年5月にデビューした3100系2両と3000系1両による、アレグラ号の3両運転。初号車となる雲葉3001は2014年4月12日に入線したが、入江田駅までは、狂気の線路であったため、仮台車を装着した状態で輸送され、入江田駅構内で、本来の台車への交換を行った。 同年4月14日には報道公開が行われ、同年8月には2両目となる雲派3002が入選した。同年8月29日には愛称がアレグラ号と決定した。アレグラとは、箱根登山鉄道と姉妹提携を行っているレーティッシュ鉄道の走る、スイスのグラウビュンデン州で使用されているロマンシュ語の挨拶の一つである。 レーティッシュ鉄道でも安倍8、12型と安倍4、16、K の各電車にアレグラの相性を付与している。同年9月6日には、ゴーラ駅で開催された、箱根親子鉄道店において雲葉3 0 0 0が展示された。2014年11月1日に運行された、ゴーラ駅10時18分発の特別列車から営業運行を開始した。今回導入の車両は、 造備車の位置づけである。2015年には、2015年、ローレル賞とグッドデザイン賞ベスト100を受賞した。2016年12月5日には、3000型を、型運転台、二両固定編成に設計変更した3100系二両一編成導入することが発表され、2017年5月15日から、営業運行を開始した。 2018年8月1日に、2019年5月に3000系2両と2020年に3100系2両、1編成をそれぞれ追加導入することが発表された。ありがとうございます。